弁天山は標高 6.1 メートル。自然にできた山の中では日本一低い山として国土地理院に認定されています。なんとこの弁天山、およそ20歩ほどで山頂へ着いてしまいます。頂上に祀られている神様は海の守り神、一木島の姫の御事。なぜ山なのに海の神様と思いますが、それにはある秘密が。実はこの弁天山、昔は小島だったのです。室町時代に海が後退し山になったと言われています。また一木島の姫の御事は別名開運弁財天。この弁天様は日本一低い山、これより下がない出発の頂上に鎮座されていることにより、出世弁財天とも呼ばれています。弁天山のそばにある中華そば屋ちーあんでは、登頂された方へ登頂証明書を発行しています。他にも絵はがき、お守り、絵馬、おみくじなども。柔らかチャーシューとネギがたっぷり乗った中華そばは450円。弁天山に来るお客様、どうぞおいしいおそば食べてください。弁天山に行く際はぜひお立ち寄りください。